になったら何になりたいの？私は吉月美玲、東京で OL してるの。帰国子女でキャリアウーマン、素敵です。空気読めないと営業は無理なのよね。やりがいのある仕事ができたと思ったのに。魔法が本当にあったらいいのに。もしかして本当に？パイパイポンポイ、心の声をちゃんと聞いて。思いっきり自分を甘やかしましょ。魔女見習いを探して。大人最高。